行方を知りた。はい。はい。はい、アゲンです。アドミンのカードリーダーの位置ですね。に魚さんがおられました。かわいそう。ボタン押す前に殺されたか。ゲンさんと一緒に入っていったんで、多分ゲンさんは無理かなと思います。僕も一緒にぐらいに入りました。アベレージさんは絶対ゲンさんより後に入ってるので違うと思いますね。あ、じゃあ、ごめんなさい。言い方間違えました。あ、高田。あ、違う。アベリさんをかばった。あ、そうか。はい、かばった。クロムさん。高田署の左って俺しかいなかったんで誰も来てないです。うん、てかあアドミン待てよアドミンか。アドミンのカードリーダー見てて、エレクトリカル3でストレージ1だったタイミングがあると思うんじゃない。ちなみに配電盤直したの魚さんです。配電盤直しに魚さん来てすぐ出て行って、その後、うん、あその時はストレージ1か。はい。その後白と茶が来て、もう一回白がいて、白と一緒にアドミン入ってて発見っていう事件です。あじゃあ多分すれ違ったのか、はい、タイミングで。ケンさんは入れ違ったエレクトリカルでタスクやってましたよね。はい、右上のタスクやって普通に出て行って、はい、で、アドミンまで行ったら死体があったんですけど、でアドミンに行く道中でアベレージさんと、はい、サントさんかが、うん、十字路 T 字路かのカフェテリアとステージの間の道に立っている状態っていうんですかね。とりあえず動いてない状態確認してます。だからお二人のどっちが殺したのかなって開幕今ちょっと思ったんですけど。ゲンさんエレクトリカル一緒に行ったじゃん。そこまで一緒ですよ。うん、でも私より先にさんとアベレージさん。あ、僕も違うと思ってて、コミュニケーションら辺で僕アベレージさんとすれ違ってた気がするから。はい、すれ違いました。で、クロムさんがコミュニケーションで作業してるのも確認しました。そうなんですよ。で、アベレージさんが行って、でストレージから上に、まあ、行ってる、アベレージさん上に行ってるんですけど、多分、アドミン、その時間、アドミンに着く時間より前に絶対ゲンさんがリポートしてる。うんうん。なんで違うと思う。ちなみにナビゲーションからシールド方面は多分、ハッチ使った形跡ないと思います、多分。お結構長いこといたんで、うん、とりあえずアベレッジさん、サントスさん、クロムさんは白置きします。他はちょっと分かんないです。はい、エレクトリカに対してキーシロチャーチロの順です。キーシロチャーシロ報告だけなんか入ってたけど、はい、まあ、はい、キルを防ぐための未然平和です。はい。一応エレクトリカにいっぱい人がいたようにアドミンに見えたんですけども、セキュリティからエレクトリカにベントに移ったようにタイミング的には見えたんですけど、さすがに見えてないですよね。
セキュリティから、エレクトリカルにいた人に聞きたいんですけど、弁当は動いてなかったですよね。動いてないですか？あ、じゃあたまたまタイミングが被ったり、すみません、失礼しました。アドミンで見てて、セキュリティからエレクトリカルに移ったように見たんですけども、4人いるとこに飛び込んで5になったんで、とんでもない弁当したのかな。あれじゃない？エレクトリカルいる人洗ったら、弁当の中に今いる人がいるかもしれない。確かに。僕いたのと、あと、高田さんがいたかな、エレクトリカル。今の話ですよ。うん、今。あと、高田アベレージセンターがいました、上に。あと、下にクロムタケオ。そう、いたいた。じゃあ、5人です。じゃあ、弁当じゃないです。間違いだね。うん、やっぱりです。あと、1日目の事件をもうちょっと詰めたいんですけど。そうですよね。これ、隠し路が今のところ、かなりいますよね。で、右側にいた方は結構半、容疑者になっちゃうと思うんですよね。アドミンって、まあ、弁当使えるんで。うんうん、なんで、それを言ったゲンさんに白置きされたけど、一番最初に右に O2 で先端さんと一緒になり、その後電気が消えて、ナビゲーションし、どこで電気消えたっけ、なんか分かんない。電気消えたタイミング忘れちゃったけど、O2 か、うん。そのタイミングで電気消え、直さないでナビゲーション、シールド、コミュニケーション、ストレージです。あと、先端さんだったかな、アドミンに、私は初手アドミンなんですね。その時誰も、どなたもおられなくて、そのままエレクトリカル向かって、またアドミンに戻ってきたという時系列なんですけど、他にアドミン行かれた方でどなたおられましたっけ。初手？初手です。あの、初日です。初日アドミンに1回でも足を踏み入れた方、他におられますか、うん、いない？いないめ、ってことは、行ったけど黙ってるパターンですかね。ピンさんは誰か行った記憶があるってこと？いや、ゲンは見てないんですけど、いや、さっきどなたか言わなかったっけ、アドミン見てたとか、なんか、あ、センターさんがちょっと、あ、僕、あ、センターさん言ってるんですか、じゃあ、言った、みんな覚えてるでしょ、僕、アドミン見てて、エレクトリカ3で、ストレージ1のタイミングがあったから、うん、だ、覚えられてなくて、その黒塗りされそうだな。人。はい、アベレージ発見しました。発見位置がロアーエンジンの左下です。ロアーエンジン、はい、ロアーエンジンの左下行った理由がアドミンで、一緒にクロムさんがいて、でそこでアドミンの状況を見てて、ロアーエンジンに2人いて、で一気にリアクターに、影が映ったんで、多分ロアーエンジンで死んでるなと思って見に来ました。で、そこでゲンさんが死んでいて、一気にってのは弁当ってこと？そうですね、多分弁当です。あのタイミング的にも弁当かなって感じで、なんで多分皆さんのその最後の位置で大体洗えるかなって感じです。あのアドミン見た限り左側はほとんどいなかったんで、あ、僕エレクトリカル、先端さんもいた気がする、はい、うん、タケオベポンです、うん、私もいました。モリアーティと先端慎太郎がエレクトリカルにいて、で慎太郎さんは最初からいましたね、エレクトリカルに。そうで、うん、なんかヒルとか起きてないかなと思って奥見て、奥引き返したって感じでしたね。たら、ボツになったって感じ。高田さんはこれナビゲーション、ナビゲーション。ナビゲーション。これ選択肢できると思うんだけど、カフェで俺が右上行くの見てると思う。セダさん見ました？高田さんが右行ったの？はい。ちょっとね。いや、多分証明できる。いや、右上にいたのは知ってるんだけど、その後、ちょっと分かんない、タスクやってた。高田さんって直前まで大津にいました。あ、大津にいた。あ、じゃあ間違いないです。じゃあ間違いないです。大津に一人いたのが見てるんで。高田さん、シロー。ダビレージさんが、それ、はい、アドミン見てたのって、停電、はい、治った後ですか、治る前ですか。どんぐらいだっけ。ちょ
っとわかんないです。ごめんなさい。手で治った後。時間にも。手で治った後。けど治った後でしたっけ？うん。じゃないかな。テレンって割と前半ですよね、確か。うん。僕視点だったらだいぶ、竹尾さん浮いてんなと思ったけど、ラスネそうでもないんだ。来てくんねえかな。キルしてんのかこれ。行方を知りたい。ごめんなさい。クロヌさんとモリアティさんか。ああ。クロヌさん、ね、うん、多分だけど、クロヌさん左側なんじゃないかな。ごめんなさい、今押したのちょっと時間が空きすぎてたんで押したんですけど、クロヌさん、はい、左行ったような気がするんだよな。少なくてもロアエンジンにはなかったっす、最後行って。最後ね、アドミン見てたんだけど、うん、アッパー1位だから、いやでもちょっとその辺いた人います。アッパー1位僕は違う。あ、じゃあアッパーだねこれ多分。うん、僕カフェテリアに最後いて左側でドア閉まってました。でなんかあの左下のテーブルから、左の道路に行く途中に報告マークあったんですけど、なんか戻って押そうとしたら反応しなくて、なんだろう、カフェテリアのどっかで死んでんのかな。どこですか。カフェテリアの左下から、うん、なんだろう、左側の、あのアッパーエンジンに向かう方向の途中でなんか報告マークが出たんですけど、なんか押せなかったんで、ちょっとそれはごめんなさい、いらないかもしれないです。あの最後ロアにいたって言った人誰ですか。俺、高田さん一緒にいたじゃん、ロアエンジン。あ、いたっけ。ごめん、俺タスクやってて見えてなかったあー、なるほど、あの高田さんいるのを見てます。2人はどういう経路でロアに入ったの。俺はシールド側から抜けてる。私もそれで側です。同じ側。お互い証明できる。忘れちゃった。少なくともなんか、はい、ロアエンジンでやってるとこは確認します。ちょっと俺はね、シールドからストレージぐらいまでは単独だった記憶があって。高田さんシールドで見てます。あ、そう、竹尾は見てる。竹尾見てる。竹尾見てる。そうだ。で、自分その後上に行って、カフェでタスク1個こなしてから押したんで。慎太郎さんは僕、竹尾さん入れようかなと思ってます。え？あ、そうなん。いや、これ、セルフリポート説が出るからっていうことでしょ。慎太郎か。え？ちょっと待って。あ、やばい。うん。投票しろよ。
これはきついですね。はい。あ、しゃべれた。ね、いいバグだね。勝った勝った。先端さん、竹雄さんか。最初のアドミンのキルが先端さんってことか。あれ先端さんが今ミュートになってます。先端さんミュートになってますね。ああ、ごめんなさい。ピエーン。アドミンキルは先端さん。うん、よかった。っていうか、入れなきゃダメですね。すいません。アドミン、いやー、でも、さん殺して。あ、できるで終わったろうね。なるほど、なるほど。そうそうそう。作る、作る。いや、でも、俺もなんか、要素があんまなかったから。ね、いや、いい死体隠しボタンだ、竹雄さんのあれ。めちゃめちゃいいわ。アベレージさんがカフェデレアのドアで止まってたじゃないですか。はいはいはい。あの、すぐ後ろで黒川黒馬の死体が上がりましたよ。真後ろだったんですね。そう、多分ギリギリ視界にね、見えてなかった。停電中でしたよね、慎太郎さん、確か。え、何がですか？あの、クロムさんの死体を見つけるか見つけないかみたいな下りの時。え、僕わからないですけど。え？あ、慎太郎さんじゃない、失礼。アベレージさんだ、失礼。はい、アベレージさん。あ、アベレージさん、アドミンのやつですか？クロムさんの死体発見時ですね。カフェテリアの死体、はいはいはい、の時って、あれ停電中でしたよね。だったと思います。ですよね。うん、だから幽霊目線めっちゃ分かりやすい位置だったんですよ。ああ、ね、そうなんでだろうって感じだったか。なんで見つけられないんだろうってなってるんで。うん、なるほど。え、先端ってさ、あのメッドベイ停電してた時って、弁当から出てきた？いや、僕、弁当は最初しか使ってない。初日しか。僕が弁当から出てきましたよ。誰で？竹雄さんか、竹雄。開幕書でアドミン組でやっぱり先端さんが後半まで言わなかったのは臭いよな。いや言いましたよ結構序盤に言ってはいる、うん、でも言ってはいるんですけどね。なんか勘違いで釣られそうだなって怖かったな、うん、あでも入れなきゃダメだよな、ごめんなさい。最初いや俺もね間に合わなかった。いやいやいや、まあ、絞れなかったからね。多分あれなんか投票するってなっても僕とか死にそうだったから、まあ、いやそう俺慎太郎に入れちゃいそうだったから、ね、ですよね。いや僕はあんまり理由が言えなかったから。いやでも慎太郎さんに入れたとしても入れなきゃ。いやそうねそうね、挑戦すらしないこと言われたら。ああそうですね、入れて負けないとダメだ。そう動いて死にたい。いや僕はなんかボタン押すタイミングがめっちゃ死体隠したように見えちゃったんで。そうですね。いやでもここまで言わないといけないから、さっき論中にそれを聞いて最後竹雄さんに合わせるが唯一勝ち筋だったかも。そうなんですよね。ちょっとコミュ障発動しちゃったわ。カフェテリアでボタン押そうと思ったのにそこでサクッと。やっぱもうそうあれだよね。そうだったらそうしたっていう。そうだよね。タスク終わりまーしたまで言いかけてたのに。あれ、しかもアドミンいたよね最後直前まで。確か違ったっけ。クロムさんアドミンから出てカフェテリア行かなかったっけ。うん、メッドベース、メッドベイ。あ、メッドベイか。あ、じゃあ違うか。アドミンいた気がしたけど、アドさん。まあ何の情報も出さなかった最終日。ああ普通にうまかったですね。いや、竹雄さんが全く絞れなかった。いいキルを。ロアエンジンでゲンさん殺したのってボタン良かったね。竹雄さんです。竹雄です。竹雄さんか。こうだから僕視点、竹雄さんだけウェポンに立ってアリバイ浮いてるから。詰められるかなと思ったけど、意外に村はすんなり納得してくれたから、はい、カフェまでは行ってたんですけどね、ベントベントで。あーすげえ大移動してる。へえ、なるほど。やりよるね。うまかったねこれは、うん、確かにウェポン言われたら何も言えんわ。最後の方の死体結構出てた時の、あやべえセンターさんここでやってんじゃんみたいな。でクロムさんが押しそう、やばいって言うのでちょっと延命できた。確かに。なんかちょうど今日一回もそういえば死んでないなってずっと配信中に言ってたと思ったらセンターさんに殺されました。フラグ立てちゃダメなんだってこの村で。この村のフラグってすぐ立つから、もうすぐ終わるから死ぬから回収は早い。